にちは。こんにちは。韓国にハマってる池田と渡辺です。ちょっとめっちゃ真っ黒やけど。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は周りと少し差のつくローポニーテールアレンジをやってみました。普段ポニーテールされてる方多いと思うんですけど、少しの工夫でおしゃれに見えるアレンジやってみましたので、うん、はい、髪の毛の多い方とか、あとおしゃれに見せたい方、ぜひおすすめですのでやってみてください。はい、はい、それでは動画スタート。イエーイ。モロッカン色を使います。スープッシュ出します。髪の毛全体的につけていきます。サイドは耳後ろで取り、下は4センチ幅で残しておきます。この髪の毛を後頭部の位置で結びます。表面の部分をほぐしていきます。サイドの髪の毛を後ろに向かってねじりながら、先ほどくくったゴムの上に持ってきます。ねじった部分をほぐします。タッカールで仮止めしておきます。反対も同様にやっていきます。ほぐします。サイドの髪の毛を結んでいきます。下の髪の毛をゴムに巻きつけます。上からゴムで結びます。キュッと締めたらゴムが隠れてくれます。バランスのよく見えるローポニーのやり方やってみました。髪の毛の量が多い方、バランスを取るのが難しかった方、ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。